日系コロンビア人とは日本人の血を引いたコロンビアの市民である。明治41年5月25日、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC で日本コロンビア修行通商公会条約が調印され、日本、コロンビア両国間の国交が開かれた。初めて日本を訪れたコロンビア人は旅行家のニコラス・タンコ・アルメイロであり、 国交樹立前の明治7年のことであった。キューバ系コロンビア人のアルメイロは裕福な資産家の息子で日本の歴史、経済事情、風俗、日本人の宗教観などについて詳細に記した旅行記を出版している。コロンビアに初めて入国した日本人は庭師の川口智博とされている。川口は1908年に日本を訪れたコロンビア人。 アントニオ・イスキエルドに従い、2名の日本人と共に、コロンビアに渡り、首都ボゴタで、イスキエルドの所有する森林を整備し、明治43年に開催された独立100周年、記念博覧会の会場として利用された。川口は日本で皇族の庭仕事をしていただけでなく、大熊重信のの下で働いていたこともあり、大熊の推挙により、イスキエルドと共に、コロンビアに渡ったとされる。 川口ら3名の日本人のその後の消息は定かではない。川口の次にコロンビアに渡った日本人は広島県竹原市出身の水野小次郎である。日露戦争に従軍した水野は南米移住を決意し、当初はペルーに向かったが、当時ペルーではこれらが流行しており、パナマに転住して理髪店や雑貨店を営んでいた。 ペルーでもらった頑固な異病に悩まされていた水野は、コロンビア北部カリブ海沿岸のバランティージャシ近郊の牛アクリに、異病に効く水が湧いているという話を耳にし、コロンビア行きを決めた。大正4年、コロンビアに移住した水野は、牛アクリの湧き水で異病の症状が全開したため、故郷の広島から同行年をと、足立都市を呼び寄せた。水野、同行。 足立の3名はいずれもコロンビア人女性と結婚し、バランキージャで商売を始めた。その後、キューバやペルーからの移住者や、広島から呼んだ者を合わせて13名が、日系コロンビア人の源流となったのである。ちなみに、同行年をの次男、同行カオルは、第二次世界大戦後、コロンビアのサッカーナショナルチームの首相を務め、朝鮮戦争の際、中南米で、 唯一参戦したコロンビアの海軍士官に志願し、休暇を利用して、父の祖国、日本を訪れている。大正10年に、商社員の星野義春がボゴタに移住。星野は2年後の関東大震災で、東京の本社が壊滅したため永住を決意。ローラトレドという現地女性と結婚し、子供のホルヘ・星野は造園業者として成功し、昭和天皇法御の際は、 ビルヒリオ・バルコ大統領の代行で来日した。これとは別に、日本から集団で移住した日系人の一群がいる。コロンビアの日系移民は、ペルーやブラジルと異なり、ロマンチックなエピソードを持つ点が特徴である。大正11年、東京外国語学校スペイン語学部に在学中の竹島雄造が、コロンビアの作家ホルヘイサックの恋愛小説、マリアを読んで感銘を受け、 翻訳して、雑誌、新青年に連載した。マリアは、コロンビア西部太平洋岸バジェでルカウカ県のアンデス山脈のふもとにある大農場、アシエンダ・パライー総部隊にした青年、エフラインと美少女、マリアの秘伝物語である。同じ頃、海外植民学校の野学生だった、島瀬、中村明、西国特寺、松尾太郎らが、マリアを読み、 小説の舞台となったバジェ平原に魅了された。そして南米遊機会を結成、大正12年に農業実習生としてコロンビアに渡航し、サトウキビ農園でサトウキビの植え付け、管理、収穫、生徒等の作業に従事した。1年後、シマラはコロンビアでの研修報告書をタクム省に提出した。当時、アメリカでは日系移民を排斥する。 排日移民法が成立し、日系人の多いブラジルやペルーでも排日運動が起きており、宅務省は新たな移民受け入れ先を探していた。宅務省は、竹島雄造と農学者の牧島特樹にコロンビアの調査を命じ、大正15年から約半年間の現地調査を実施した。調査の結果、バジェデルカオカ県のバジェ平原が、 日本人の移住先に最適であるとの結論に達し、昭和3年、日本政府は約80ヘクタールの土地を購入して、農業移民住家族を試験移民として入植させることを決定した。竹島は海外工業会社の現地代理人に任命され、バジェデルカウカ県に隣接するカウカ県コリント郡、ハグアル村に約128ヘクタールの土地を購入した。 海外工業会社は移住者10家族の募集を開始したが、1家族あたり最低1600円の準備金を条件としたため、応募は少なかったという。昭和4年10月、第1次移住者5家族が出発。5家族中3家族は福岡県受けは出身者であり、追加募集は福岡県で行われた。昭和5年、第2次移住者5家族が移住。昭和十年、 第三次移住者十四家族が移住。合計二十四家族百五十九人が集団移住した。移住者は当初、お株を栽培したが、失敗。その後、蕎麦、綿花、床、銃と等の栽培を試みたが、いずれもうまくいかず失敗した。最終的に、日本から持ち込んだうずら豆の栽培に成功し、農機具を導入して、入植から八年後の昭和十二年には、 トラクター25台を所有、工作面積は当初の2倍半の227ヘクタールに拡大した。ハグアル移住地でのウズラ豆の収穫は1ヘクタールあたり12票程度だったが、隣接するバジェ平原は、肥沃な土地で30票の収穫が見込めたため、次第に移住者は分散していった。一方、第二次世界大戦の影響は、コロンビアの日系移民にも、 暗い影を投げ落とした。ナチスドイツの台頭でアメリカ政府はナチス政権が米国本土攻撃の拠点として南米を利用する恐れがあり、ドイツの同盟国である日本の南米移民を国家安全保障上の大きな脅威とみなしたのである。特にコロンビアは米国の生命線であるパナマ運河に近く、コロンビアの日系人がトラクターを所有し整地された。 高地を保有していることから、これが滑走路に転用され、パナマ運河攻略の前線基地として利用される恐れがあると考え、連邦捜査局は日本人移住地に徹底的な監修を行った。米国政府はコロンビアからドイツの影響力を排除するため、1919年に設立されたコロンビアドイツ合弁の民間航空会社スキャドタを 米国の援助で創設した航空会社、アビアンカ航空に吸収合併させている。第二次大戦勃発から約3ヶ月後、日本人移住者はコリント軍からの外出が禁止された。昭和19年5月30日、竹島雄三をリーダーとする日系人、代表11名が、クンディナマルカ県ふさがすがの敵国人収容所に、コロンビア在住のドイツイタリア人代表と共に、 禁された日本が連合国に降伏した昭和20年9月6日収容所に収容されていた日系人は全員解放され農業移住者たちの分散も進んだ昭和25年には日系移民の高地面積は5000ヘクタールを突破し農業の機械化や栽培技術の確立に成功した2018年現在コロンビアの日系人は バジェデルカウカ県の県とサンティアゴデカリシを中心に約1800人おり、ブラジルやペルーに比べると少ないが、農業以外にも、医師、弁護士、実業家として活躍し、南米の日本人移民では最も成功したと言われている。多くはコロンビア人と結婚し、コロンビア社会に同化していったため、2世、3世の日系コロンビア人は日本語を話せないものも多い。なお、 コロンビア日系人の先駆者となった竹島雄三は戦後、メタケンサンマルティンに約60万坪の土地を購入し、小説マリアで主人公の住んだ館と同じ屋敷を建てて暮らし、昭和45年に71歳で波乱の生涯を閉じた。スペイン語、日本語が主だが、英語も運用されている。キリスト教、仏教、神道だ。ありがとうございます。